こんにちは、フーガです。前回終わったところからやっていくんですけど、もうね、地下駐車場ってのは本当に戦いやすい場所で、こう、柱が仕切られてるじゃないですか。これは壊すようか、はたまた俺が逃げるために用意してくれたものなのか、もうどっちかなんですよ。いやー、もう進みたくない。ここから微動だにしたくない。うわー、駐車場ですよ。とりあえず右奥行ってみましょうか。ゆっくりね。音がすごいするんだよ、さっきガシャンガシャン叩く音みたいなの。あそこは行かないぞ。絶対行かないぞ。降りる場所、まあ、どうせ赤い、よく開くか。開かないですね。仕方ない。ちょっと行ってみるか。お、カードか。カードがあれば行けるのか。カードキーがいる。マジで？新しいのどんどん来るじゃん。マジかよ。これはあれだぞ。何仕事してんだよ。お、え、誰？誰だ？気を抜かないで。お、これはちょっと違うぞ。クリアとは銃を下ろして。きた。 FBI よ。散々俺が名前間違えた人だ。感謝します。よくここまで来られたわね。だいぶおしゃれな格好してますね。 FBI だって。何が起きてる？悪いけどそれは機密情報なの。どこへ行くんだ？自分の命が惜しいならくだらない質問はよしてここを出るのね。冷た。おい、話は終わってないぞ。てかやっぱもう先に言っちゃいますけど、あの人はエイダさんです。はい。だからあの人でね、一番グラフィックの進化をね、確信というか確認できるんですよ。もうすごいんです。スタイルがめちゃくちゃいいんですよ。もう後々あらわになってくると思うけど、まあそれまでのお楽しみということで。そうか、犬も出てくるか。犬というか、お、広い。びっくりした、広いぞ。留置場、駐車場、留置場。さてさて、エイダさんはどこに行ったのかな。お、警察署地下の地図。おー、広い。射撃場。犬ってあるぞ。犬宿？犬？あー、そう、警察犬みたいなのがあるのか。して、犬がいる隣で死体安置所があるのか。変電室、射撃場。なるほど。とりあえず犬宿って読むのこれ。ここはちょっと怖いですね。あと死体安置所もいそうですよね、まだ。ま、でも死体安置所にさ、ゾンビがいたら、ちょっといろいろ、元の警察の方にいろいろ問題が出てくるんですけど。ねえ、だって死んだものを置いてるわけですから、そこで動いたら、生きてる人をそこに置いてたことになりますからね。じゃあ行ってみましょう。留置所か。うお、いっぱいいそうね。捕まったままゾンビ化してしまったという。あかん。さて、飯田さんはどこに行ったのか。行きたくね。突然ガッと開いたら怖いですよね。でも元気にしてるか、みんな。調べていこうか。貫通してましたよ、手。うわー、びっくりした。身構えててもびっくりするな、ここ。よしよし、行きましょう。
あ、エイダさんか。エイダさん。お、誰だ。いや、普通に人がいるじゃん。信じられん。普通の人間だ。いや、普通の人。ずっとここに。ああ、長かった。残ったのは俺たちだけ。いや、まだ何人かいる。そりゃいいニュースだ。ああ、アイアンズの使いじゃないよな。アイアンズ社長のことか。まだ社長。知るかよ。誰かに食われてればいいが。どういう意味だ。嫌われてるな。あいつに持ち込まれた。理由があったんだろう。ああ、そうさ。おお、ここでちょっと物語が進みそうですね。おかげでこのザルだ。なるほど、まあいい人そうですね。な、取引しないか。ここを開けてくれ。この駐車場のカードキーが必要だろ。悪いが、それは無理だ。まずは社長と話す。あんたも警察署の囚人みたいなもんだ。お互い助け合って一緒に逃げようぜ。くそ、来やがった。おい、え、何が来たんだ。つべこべ言ってないで逃げるぞ。こいつがいるんだろ。さっさとここから出してくれ。うわ、マジで、何これ。うわ、いい人そうだったのに。うわ、何？誰だ？私よ。そんなもの向けないで。一体何が起きたのか。一瞬のことで。ここを出るように言ったのに。ベンのように死にたいの。知り合い？情報提供者よ。私の捜査に必要な情報を。ああ、それじゃあこの男は。なるほどね。また何も言わずに行くのかよ。名前すら知らない。俺はレオン・ケネディ。出口を探すのね、レオン。言わないね。また話しましょう。エイだよ。お、言ってくれた。ちょっと信用してくれたのかな。取引成立か。いや、成立なのこれ。一体何が。うわー、えぐいな。開かないのか。開けてくれたと思ったんだけど。お、工具、これは？これ前の警察署内で使うやつじゃないか、これ。回路があるぞ、ちょっと。これまた別の。おー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 、アイテムがいっぱいあると一気に進んだ感じになるな。変電室に特殊部品が一つしか保管されてない。時計台。時計台ね、ここから進む。なんだ、方法があればいいんだけど。いや、なんだったの？すげえ怖えんだけど。なんかでも、手袋かなんかしてたよね。ごっつい手袋。ちょっとあれが怖いな。え？なんだよ。あ、くん。やってください。なんで？あー、電気が必要な感じですか。やばいよね、あんなん来たら。もう本当にもうシャレになんないよ。倒せる気がしないんだけど。とりあえず開ける場所もないんで、カードも手に入ってないから実質何も進歩してないじゃんっていう。番号打つ場所があったかな？ないよね。カードが必要だから。とりあえずこれを、持っていこうか。なんだっけ？一番最初のセーブポイントのところにあるやつね。うわ、怖っ、急に。え？あ、ここ行けた。行けました。ごめんなさい。え？射撃場。とりあえず犬怖いんで射撃場行きましょう。
射撃場も怖いけどな。いや怖いな。暗っ。一段と暗いな。備品の配置届け、車両番号7439の鍵、使用不可能、トランク謎の開放は可能、ヘッド付属のボタンスイッチ。なるほど。缶、取引制の缶。ない。中に何か入ってる。お、開きます。お、鍵。え、あ、え、あー、これが廃棄物か。先端が折れ曲がっている。使えないですね。なんだろう、あとは自分で補修するのかな。ラクーン君からの願い。ラクーンシティ。良い子のみんないつも動物園に遊びに来てくれてありがとう。今日はラクーン君から大切なお願いがあるんだ。みんなは大人気のラクーン君人形知ってるよね。意地悪な人たちの間であのお人形を射撃の的にする遊びが流行ってるんだって、僕すごく悲しいよ。優子のみんな絶対真似しないでね。とってもとっても危ないよ。それじゃあまた動物園で会おうね。銃社会怖え。銃社会じゃないとこんな可愛らしいキャラクターで。お、いやー、ダイヤの鍵全然見つかってないけど。わ、撃つ場所にゾンビの死体があるって怖くね。もうだって生前やられてたってことだよねこれ。ナイフ取ってくればよかったな。撃つよ。いい？撃つよ。ラクーン君ごめん。ほらやっぱり害虫駆除って出てくるけど。厄介者扱いじゃんラクーン君。これまたがなきゃいけないじゃんこれ。こう行ってこう行くしかないじゃん。つら。超めんどくさいんだけど。ここも行けないか。変電室か。変電室はいけないか。いけないな。犬行くか。もうなんか聞こえてるんだけど。うわぁ、吠えてるわ。もう絶対相手しなきゃいけないでしょ。リッカーより厄介かもしんないぞ。俺の中にいてくれよ。頼むから。うわぁ、なんでこんなことになってるんだ。やめろ。倒しとこうか。倒しときましょう念のために。あとで出てこられても厄介なんで。あとうるさい。よし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 。犬っていうかもうだって死んでる犬ですから。まあ生きてる犬はゲームでもちょっと抵抗はあるんですけど、なぜかねこういう犬には無慈悲にやれちゃうよねっていう。死体安置所行きましょうか。死体安置所なんかあったら怖いけどね。検体ナンバー 53,477。 ジャスティン・ハンソン39歳男性、ベッドで死亡しているの職員が発見。死後硬直。なるほど。彼は盗む癖がある。逮捕歴は2桁。信じがたい答えに、ああ、交流中も、ああ、もう盗むのが病気というか、癖？まあ、解決のしようがないし、誰か盗まれた、盗んだ相手に殺されたとかですかね。これまたあれか、セブンみたいに開ける順番か？出てきたぞ、ちょっと、おいおいおい、出てきちゃったぞ。いらないですよ、先行指令が。よいしょ。え、詰まるんだけど。何？びっくりした。何？え、キモ。ゴキブリ？あ、見たくないよ。いらないもんばっかですね。先行指令なんかレッド幅もいらないですわ。もう、不必要というか。何これ、もう絶対びっくりするやつじゃん。絶対びっくりするやつ。うえ、びっくりした。ほら。どっちこれ？死んでも生きてんの？
詰まるの何なの、何もないってことなの。よいしょ、おー、なんこれ、これが盗み癖のある人。よいしょ、とりあえず開ける順番とかではなかったですね、セブンみたいに。お、来たー、え、うわ、びっくりした、ほら。はい、グッドラック。しつこ、しつこいぞ。びっくりした、うーわ、マジか、マジ死んでくれ、ちょっと死んでくれ。さすが囚人強いな。もうちょっとすげえ強かったんだけど、こいつら何、異常なんだけど、異常に強くなかったですか。まあいや、ハンドガンに弾余裕あれば大丈夫でしょう。開けずに閉めとけばよかったんだね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしましょう。ちょっと変転室はまた後日にしたいと思います。まあ一つ残して終わるのはちょっとあれなんですけど、まあ次回は最初のセーブポイントからスタートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。